海外から送ってきてもらいました。一応この3色を選んだんですけど、これ俺の場合はあったけど、うん、ブルーベの人とかやったらこれ合わへんやん、うん、ほくろまでバッチリ見えてる。キャーじゃあ白ダメですねこれ。はい、本日はですね、僕が今まで買った中で良かった T シャツをね、3選ご紹介していきたいなと思います。ということで、弟くんに来てもらいましたけども、弟くんにもね、いろいろ着用してもらいたいなと思って、はい、これ俺がこう良かったと思うけど、どう思うみたいな。うん、だから何にも趣旨聞かされてなくて今までだったけど、一応そういうことで呼びました。はい、で、もう早速言います。先に、あ、良かったなとかって思うのが、まず一つっていうのがサンスペル。っていうブランドのやつで、後で出しますね。で2つ目っていうのがパックティー。これちょっと迷ってる、今着用してるこれかこれかちょっと迷ってるっていう感じ、はい、で3つ目っていうのが、これはお出かけシーンでやったらこの2つかなと思ってるのが一応ここにあります。だから合計言うと5つぐらいあるんやけど、まあ、3分類に分けてます、だからデート編、そして日常編、はい、でお出かけ編、うん、汚れてもいい編みたいな感じで考えております、はい、でまず1つ目っていうのがサンスペル、うん、イギリスのブランドなんですけど、はい、実はですね、言ってなかったけどもこちら購入しました。以前なんかグレーというか着て、ね、そうそうそう、あれが良すぎたんで、うわ白も欲しいなと思ったら、うん、公式のサイトにはあって、なるほど、楽天とか売り切れてた、はい、で公式のサイトにあって海外から送ってきてもらいました。一応この3色を選んだんですけど、オレンジ、ブルー、ホワイトということはパーソナルカラー的に、そうなんです。このブルーはね、プレゼントしようかなと思って、 ありがとうございます、はい、喜んでますけどもね、はい、プレゼントしようかなと思って買いました。で、まあ、実際着てみていろいろ交換とかしてみたいなと思って、はい、じゃあこっち側から着てください、はい、僕これから着ていきます。はい、とまあいかがでしょうか。これサイズが、これが M です。あ、なるほど。僕はそれ着るから僕の M なんですよ。でこれ僕似合わへんのはあえて着てますけど、弟に渡す S サイズ、はい、だからちょっとパツってるかな僕は。どうでしょう、僕似合ってないですね。まあカラー的に似合ってないのもそうなんだけど、どう着心地とかサンスペル、うん、ツルツルというか、なんていうかな、高級なというか肌触りというか、これはやっぱ編み方じゃなくて、いや糸もいい、そう素材がもうそもそもいい、だからどう調理しても着心地はいいっていう感じ。これちなみに独断と偏見ですよ。この3つ選んでるの全部独断と偏見やから、人によっては違うかもしれないけど、うん、もう俺はこのサンスペル当たりやと思ったから。なんかけどサンスペルを調べてる時に下着メーカーからできたみたいな話があったもんね。で普通の下着メーカーやったら、へえ下着かと思うけど、下着メーカーの中で素材こだわってんのよ。だからそれはええわっていう感じ、だから肌触りはいいですよっていうことなんですね。どう、僕ちなみに胸筋とかいい感じになってます。郡司さんの時話だったけど、ちょっと透けるっていう話が、それやったらちょっと透けてるよね。ちょっと脇汗ついちゃうから、もう早く弟と着替えたいなと思います。着替えましょう。はい、という感じでね、いい感じで落ち着いたんじゃないでしょうか。はい、サイズもぴったりな S だね。170何センチだったっけ。173で今63キロ。よくないこれ。いい感じですね。なんか M の方がいいかなと思ったけど、 S 着たらやっぱ S の方がいいね。絶対その方がいい。これで黒パンとかでいってもらって、ショーツはな、相性あれやから、ほんまにデートとかそういうきれいめな時、自分の似合う色やから、それで着ていってもらえたらなと思います。まず1つ目サンスペルっていう感じです。一つ注意点としては、どうしても糸がきれいやからこそシワができやすいので、コットンやから、なるほど、そこだけちょっと気をつけて、これシワがない方が絶対かっこいいから。そうやね。で2つ目っていうのが何かと申しますとですね、2つはパックティーで考えてます。でパックティーに関しては迷ってんねんけども、何で迷ってるかというと、この2つで迷っております。ちょっと触ってみてください。1つがジルサンダー、もう1個はこれフェインズの今年出たばっかりの白ってやつ。白はちょっと柔らかい感じというか、ジルサンダーはな、どうやろう、かといって硬いわけではないねんけど、ちょっと一回着てみてもいい？はい、どう？そうですね、まだこっちと比べてないからはっきり分からんけど、これ見た感じはパーッと見た感じ、なんていうんかな、ちょっと見た目は、ちょっとガシガシチックというか、さっきのサンスペルと比べるとやっぱこれ日常っぽいよな、ちょっとそんな感じがするね。あ、デートって感じではないよね、やっぱな、さらっていう感じはなさそうな。だけど、まあ、使い勝手やっぱパックティアがええなと思って、触り心地は確かに良かった、それガシガシなってないし。次はちょっとジルサンダー着てみるわ。はい、はい、どうですか。まださっきの白よりかはちょっと高級感あるという、まあやっぱちゃうねっていう感じはする。今日2つの触り心地はそこまでむちゃくちゃ大差はないよな。まあ普段使いって考えたら、まあ、白とかのが使いやすいかもしれんな、そうやね。値段的にもやっぱりそっちの方が安い。全然ちゃうよ、もう10倍ぐらいちゃう。あ、そうなんや。あれ2500円ね、これ1枚2万円ぐらい。あ、なるほど。こう見てくれてる人結構お金持ってる人も結構いてるから、まあ、そういう人やったらこっちでもいいかもしれない、全然いいと思う。ちょっとしたワンポイントもあったりするんですね、でコスパ考えたい人やったら、まあ白とかでも全然ありかな、あっちでもな、ちょっと気になってるやろちょっとだけ、だからこれ俺の場合はあったけど、ブルーベの人とかやったらこれ合わへんやん、この辺はちょっと来たいなって感じで、最後ガシガシ部門で考えた時は、はい、もうこの2つかなと思って、うん、グッドウェアってやつと、これも案件でもらったやつだけど、案件始まりなんだけど結構俺着てんのよ。なるほど。これ白はあんま着ないけど黒はよく着てんのよ、はい、だから、まあ、この辺に落ち着くかなと思って。俺ユニクロがあんま好きじゃない、うん、ユニクロ U のタイプのやつが、はい、あれ相当気になってるやん、うん、俺イエローベースだけどそれですらもちょっときついなって感じだね。なるほど。イエベの人であれ無理やねんやったら多分ほぼ無理やねんやんか。これやったらもう汚れてもいいし、うん、最悪もう破れてもなんか隅ついても「まあいっか」って言っても、もうこれ 1,000 円とかやな、1,200 円ぐらいかな、うん、そうですね。だからまあこの辺とか、まあ、次着るグッドウェアとかあたりが、子供と散歩とか子供となんか遊ぶってなったらもう汚れるの覚悟やから、うん、まあそうなったらこの辺かなって感じだけど、確かにさっきのジルサンダーとかヘンズの白とかと比べてもちょっとガシガシ感が出てきたよね、うん、表面がやっぱ違う。そうそうそう、まあ動画でちょっと分かりづらいもんな、うん、アウトドアにもってこいかもしれないですね。そうだから逆にな、こういう黒パン履くよりショーツ履いた方が多分相性いい、うん、あ確かに。だけどこういう感じよね。うんうんうん、そうやね。ちょっとコンビニ行ってきますみたいなね、さらっといく感じだったらこんな感じかなと思います、うん、まあ一応もう一個着ておくとグッドウェア入って、まあこんな感じです、うん、まあちょっと着てる方からしても硬さはある、うん、ちょっとやっぱ海外チックというか、このポケットの部分もちょっとだけなんでガタガタガタってなってるよ。ああここね、ボコボコしてるよね。それがいわゆる US コットン。そうこれ US コットン、うん、なるほど。ちょっと海外チックもやっぱちょっとちゃうよな。そうやね、ボコッとしてるよな、うん、ちなみにこのサンスペルもUS コットンだよ。あ、そうなんや。だけど US コットンって名前じゃないのよ、アメリカ産のコットンやけど、その中でもいいスーピマっていうやつやから、ちょっと別格やねんけど、はい、これはもう US コットンでそこら辺で取れるやつっていう。これは限られた場所でしか取られへんアメリカの糸、よくユニクロでもあるけどね、スーピマって。ジルサンダーとヘインズの違いってあんま分からんと思うけど、そんなに糸のあれとか分からんと思うけど、それ着てみたら話変わるけど、青が似合ってたから白ちょっと気になってんのかな。そうやね、ちょっと気になってるな。今日こっちの方が気になってる。それはヘインズの方が全然気になってるけど、どう？そうやね、さっきのサンスペルよりかはちょっと落ちるわな。うん、肌触りはしちゃうよね。サンスペルさ11,000円でさ、あれだコスパよくない？あ、そうか。これだって今20,000円ね、60,000のパックやから。なるほど。って考えたらサンスペルめっちゃいいよな。確かに確かに。例えばユニクロとか、さっき僕も着てたんですけど、ユニクロとかよりかは全然柔らかいし悪くはないとは思うんだけど。じゃあ次こっち着てみよう、ヘインズ。ヘインズの方がちょっとなんていうか日常よりかなっていう、こう着た感じがなんかこう伸びる感じというか。ただジルサンダーの方がこうサンスペルよりといってちょっと高級感がこうきた感じはやっぱりある。なるほど。でやっぱりこうブルーベースが似合わへんな、ちょっと目巻きみたいにどうしても合ってないからやろうけど、はいはい。なんかこう触ってた時はあんまりこう分厚さもわからなかったけど、やっぱりこっちの方が分厚いんだな。ちょっとそうかもしれない。ちょっとな、これ創始って言って糸2本でやってるから余計分厚く感じんねん。そういうのもあると思う。なるほど。だから伸びやすいのもあるんかもしれないけどね。そうって考えたらさ、もうサンスペル一強なるやん。だから一応トップ3って言ったけど、3選って言ったけど、もう俺の中でサンスペル一強なんや。まあなるほどね。けど場面場面で考えたらずっとサンスペルじゃないから。俺は子供おらんからさ、けどおるんやったら多分こういうのも着る。もうガシガシ系でさ、ショーツめっちゃ合うやん、キャップかぶってとか。確かにその場面場面でやっぱちゃうよねっていう。だから米蔵さんが大阪市内行く時はズボン履いて、ズボン長ズボン履いてって言われてるから、そうやし、それと同じだし。そう、皆さん多分気になるのは、じゃあサンスペルの白はつけないのかっていうところが気になると思うね、はい、で俺は今までカラーもんしか持ってなかったから、透けるかどうかちょっとわからなくて、これは一応僕のマイサイズで M で買ってみたんですけど、ちょっと着てみます。はい、はい、とまあ着替えてみました。どうですか、やっぱ透けてる？透けてる。ほくろまでバッチリ見えてる。キャーじゃあ白ダメですね。これちょっと透けてるんだね。それこそ中にインティー着るとか規制感とちょっと難しいよね。確かにここの境目も見えてるな。そう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 。ってことはサンスペルはもうカラーもんで勝負するしかないね。そうやね。もうだってネックレス中入ってるのもすんごい見えてるもん。まあ薄いなとは思ってたよ。ただこの薄さが真夏いいやん。うん、確かに真夏の暑い時にさ、ちょっと温室高いのきつらいから、あ、ええなとは思ってんけど、白あかんな。白 T ではないな。水当てたらどうなんだよな。もうビショビショよ、全部見えてる。見えてるかやっぱり、もうシースルー状態よ、そうなったらちょっとあかんね。はい、ということでね、まあサンスペル僕今まで押してたんやけど、初めて今回白着て、もう全然透けてるから1枚では着られへんな。そうですね。かもしくはジャケットの中で着る、まあ言うたらこういう状態ですよね、やったら全然綺麗な感じに収まってるかな。しかも裸生地感もこう綺麗な感じだし、もともと肌着っていうところもあるから着てても気持ちいいし、気持ちいいし、これやったらいいかもしれない。そうですね。ということで、まあじゃあサンスペルはカラーもの、色も真っ白でいきたいんだったらやっぱりパックティーのどっちかかなっていう感じかな。ヘインズかジルサンダーか今のところは、はいという感じになってますので、この辺で皆さん見ていただければなと思います。僕の勝手な独断と偏見で決めさせていただきましたので、白 T の最高 T シャツ参戦ということになっておりました。また別の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。